はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸1をお送りします。でここからねタイトルが変わって、二次方程式やっていくんですけど、それに判別式っていう新しいのが入ってくる。で判別式ね、主役になるんですが、その前に二次方程式を解く問題を2つやっていきます。でまずその1本目だね。でもねバッて、出てるねこの6問、まず二次方程式解く問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんない問題があれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあサクッとここはねいっちゃいましょう。でまず1番ね、二次方程式解いていくんですけど、1番が x2 イコール9です。でちなみにこれ1番2番に関しては中3で解けますの、その中3までの知識で解けるような問題になってるんですけど、でまずこれ1番、これに関しては9を左辺に持ってきて因数分解してっていうやり方もあるんだけど、2乗イコール数字になってる時、これもあの中3のね二次方程式の動画見ていただければ、俺これ連発してるんでそこでも言ってるんですけど、2乗イコール数字になったらこの2乗を取るんだよ、左側のね。で左辺の2乗を取ったら代わりに右辺にプラスマイナスルートをつけるって、これがルールですね。ルールとかやり方があるからね、そういうね。で、つけて、で、ルート9が直せるなら直すと。で、ルート9はね、出てこれるので、x イコールプラスマイナス3と。ね、これで終了となります。で、ここでそんなごちゃごちゃしないんで、全部赤でいっちゃいますね。で、次もそう。括弧になってるけど、2乗イコール数字。数になってるので、同じ技。2乗取るから、括弧も取っちゃうね。こうなって、右辺にプラスマイナスルートをつけると。で、3は出てこないからこのまんま。ただ、答えの書き方としては、x イコールほにゃららにしなきゃいけないので、1を右、右辺に持ってくる。だから、x イコールマイナス1、プラスマイナス、ルート3と。ね、こういう感じで解くと。で、こっからが、新しい知識が入ってくるんですけど、上と何が違うってマイナスになってるだけなんだよ。でも2乗イコール数になってるじゃんか。だからもう気にせず行く、同じルールで。でやっていくと x、 あ、2乗を取るから x でしょ、イコールプラスマイナスルートマイナス7になります。プラスマイナスルートつけるのがルールだからね。で、あの中学校の時はルートの中身が降ってなかったんだよ、マイナスが。けれどもうできるじゃんか、みんな今やってきたからね。でルートマイナス7っていうのはマイナスがなくなる代わりに i が出てくる。だから x イコールプラスマイナスルート7 i とね、こういう風に解けばいい。で次も同じです。上とね似てるようになってますけど、マイナスになってる、そこだけ気をつければいいと。でこの2乗を取って x マイナス2、こっちね。で、プラスマイナスルートをつければいいから、ルートマイナス6と。で、先にこっち処理しちゃおうか。x マイナス2、プラスマイナス、マイナスがなくなって i が出てくる。で、あとはこっち側のマイナス2を右辺に持っていけばいいから、x イコール2、プラスマイナス、ルート 6i というふうにやれば OK です。で、あと2問。これね、普通に解いて、因数分解できるんだったらそれでいいんですけど、これ両方できないんです。だから解の公式使っていきます。で、解の公式、これ使っていくと、x イコール 2a 分の、だから、2分のマイナス b なんで、マイナス1、プラスマイナス、ルート b の2乗だから1、マイナス 4ac なんで、マイナス4となります。で、ここもね、なんとなく察しがつくと思うんですが、ちょっと、下に、ここに書いて、こっち答え書くか。計算するとね、ルートの中身がマイナスになるんです、ここ。こうやってマイナス3、中学まではなかったんだけど。で、こうなっても問題ないじゃんかも。だから同じように処理をしてあげて、ちょっとこっち行くよ。答え、2分の、曲がっちゃった。マイナス1。プラスマイナス、マイナスがなくなる代わりに i が出てくるから。ね、これで OK です。
で、これをマイナス2分の1プラスマイナス2分のルート 3i ってこう分けて書いても OK なんだけど、これでもね、基本的に解の公式は丸もらえるイメージがあるので、まあ、このままいっちゃいます。で、もし学校の先生がちゃんと書けよって言ってたら分けてください、答えの時はね。で、最後6番ですね。で、解の公式、これも使っていくんですが、これ普通の解の公式ではなくって、この b の部分、ここねが偶数の時は b' の方でいきましょう。で、これどう解くかねっていうと、 b' っていうのは半分なんで、これマイナス2になります。 b の半分が b' ね。で、半分にしてあげた時の解の公式は x イコール a 分のです。2じゃなくて a 分の、だから1だから1なんだよね。つまり分数消えるんです、これね、いらなくなる。で、マイナス b' だからマイナスなんで2に変わります。で、プラスマイナス b'2 乗、これの2乗だから4、マイナス 4ac じゃなくてマイナス ac になります。だからここどこかけてマイナスつければいいからマイナス8となる。で、こっちの方が、この b が偶数の時はこれで慣れる方が早いです、絶対に。計算ミスも減るしね。で、これ計算すると2プラスマイナスこうなる。ちょっと丁寧にやっていこうか、ごめんね、変なっちゃった。で、出てくるとルート 4i です。で、ルート4は直せるから2プラスマイナス 2i と、ここまで持ってきて丸になります。いいかな。なので、まあ、今回ね、確認したかったのはルートの中にマイナスが出てきてももう詰まった、もうみんなね解くことができるので、解の公式とか、まあ、二次方程式解く中でもルートの中にマイナスが出てくる、その時は必ず i を使って処理をするっていうのをね、確認しておいてください。では今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、この二次方程式解く問題もう1問、あともう1個か、動画で撮りたいので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。